なというふうに見ています。まあ、ただし、まあ、週後半かなりまだ先の話となっていますので、はい、まあ、高気圧の強さであったり、またこの台風の発達具合ですね、これによってかなり天気が変わりやすいですので、最新の天気のマークなど天気図などはご確認いただければと思います。で、こちら天気のマークで見てみますと、やはり、まあ、もうぐずついた天気が続くというような形かと思いますが、やはりこの前線の影響を受けて雨が強まりやすい9日の後半から10日にかけてですね、雨マークも大きくなっていますけれども、このあたりで前線の影響、そして台風の間接的な影響を受けて、もしかしたら雨が強まるかもしれないと、そして西日本もこの熱帯低気圧の影響を受けて雨が強く降る可能性があるという形となっています。で、まさに体感も変わってくるかもしれないという話をしましたが、まあ、台風からの湿った空気も入ってきますので、少し関東などでは気温も上がって蒸し暑さを感じられる日が出てくるんじゃないかなというふうに見ています。ただしまだですね、ブレ幅が大きいですので、まあ、週の前半のあたりで少し気温が上がるかなという現在の見解になっています。なるほどね、はい。まあでもこれはあれだよね、もう本当にその今はそうだけど、はい、直近になったら全く分かんないですね。そうですね、はい、今週っていうか来週に関しては、はい、まあ、かなり不確定な情報というかですね、うん、台風の、まあ、あの動きも高気圧の強さによって変わってきますし、うん、もう少し日本に近づいてくるかなどですね、また、まあ、今発生している熱帯低気圧もこの後発達する見込みとなっていますけれども、うん、どこに進んでいくかというのもまだ各、まあ、数値モデルなどではバラバラですので、こういったところもですね、まあ、最新の情報が入ってくれば、ね、合ってくる可能性がありますが、うん、まだちょっと今日発生して熱帯低気圧になっていますので、ちょっとですね、まだブレ幅が大きいような1週間になるかなと。ただしかなりブレ幅としても悪めのブレ幅が大きいですので、ちょっと最新の天気は常に確認していただければと思います。そうですね、今週、そうか、今週はちょっと今週の予定をちょっと考えておかなきゃいけないですね。そうですね、はい、で、まあ、出かけるときは必ず傘を持っていった方がいいですね。あ、はい、そうですね、かなり不安定な天気でして、あまり日差しも、まあ、日差しの出るタイミングもあるとは思うんですけれども、代わりにゲリラ雷雨も発生しやすい状況になっていますので、できれば雨が降っていなくても折りたたみ傘はお持ちいただくと安心かと思います。なるほど、そうか、もう 週末ぐらいだね、はい、ちょっと期待できそうなのはね、もう洗濯物が乾かないね。そうですね、洗濯物はちょっとですね、もう洗濯物干しても大丈夫っていう日があまり、目先は、まあ、北日本はですね、まあ、前線からかなり離れているので、北海道などではチャンスありという日はあるかと思うんですが、なかなかそれ以外のエリアでは干せる日がないかなと。そうですね、はい、なんか先週あ、今週か、庭がジーパン洗濯したんだって。はい、バカだよな、この時期にジーパン洗濯すんだって感じなんだけど乾かなくて、やっぱり、はい、ものすごい匂いを発したって言ってて、ね、でもそれしか履くのがないから、履いて外出たらえらい異臭騒ぎになったって言ってましたよ。本当おかしいですね、なんでおかしいね、なんで天気分かってるはずなんですけどね。いやいやいや、あのね、庭はね、本当ね、世界の天気ばっかり見てるんで今 ね、 なるほどですね、もう本当に全球でしか見てないんで、日本は多分おろそかにしてると思います。あの人、なるほどですね。なんか最近もなんか夜会社に来てるらしいんで、時差の関係ですね。そうですね、なんか時差の関係だと思います。はい、なんか今も結構クリーニング屋さんがかなり大盛況してるらしくてですね。あ、そうなんですか。はい、今この時期かなり、まあ、先週ぐらいから、あまり不安定な天気が続いていまして、今なんかコインランドリーも整理券を配ったりという状況に陥ってるらしいので。そんなのあんの？はい、なんかすごいらしいですね。ですので、まあ、計画的な外干しをというのもなんか言えないですけれども、先月の何でしたっけ、月刊空、はい、記事確か、洗濯の話を、洗濯王子ですよね、はい、洗濯王子の話をしてたと思いますので、はい、それを見ていただいて、
ぜひ。うまいっすね山下さん。いやいや、プロモーションがうまいっすね。話のつなぎ方が。私あの基本外干ししないんです。あ、そうなんですか。はい、あのよく私外干ししないことでも有名なんですけど。あ、そうなんだ。結構、はい、あの人に見られてはいけないあの形であったりとか。いやいや、そんなことないです。ってことですか。外干しちょっと面倒くさいっていう気持ちがありまして。ほう。まあ、天気も変わりやすいですので、あんまり外干ししてなんか取り込まなきゃいけなかったりするのもちょっと面倒くさいなと。それ中に干したって同じことじゃないですか。そうですね、浴室で干すのが一番いいらしいんですね。なるほど。あの浴室はかなり除湿が、うん、あの常に換気扇が回っているので、はい、換気状態がいいので、実はあの普通に窓際に干したりするよりも干す、うんうん、乾く時間が短い、うん、短く、まあ、乾く時間が短いと異臭にもつながらないという状況らしいので、ぜひ。何洗濯王子のポジションを狙ってるの。狙ってないです。やけに丁寧な説明をしますけど。次の月刊それなんかこういう写真出てないだろうね。出てないです。いや、浴室で干してるやつ。浴室王子みたいなやつ。いや、ないです。何の王子だみたいな話ですよ。ざといわってきてますよ。まあ、ぜひ、まあ、あのせっかく、まあ、外干しできないので、うん、できれば、まあ、中で計画的に干していただければと思います。みんなどうしてるのかね。どうしてるんですかね、うん、僕はもうあの僕もあの干すのが苦手な人なんですよ。あ、だから乾燥機なんですよ。あ、ほぼ。あ、なるほどですね。ほぼぐんぐん回しちゃうんですけど、あの後ろにいる柳さんがですね、はい、あのちょっと映ってないですけど、はい、柳さんはよく外に干されるんですけど、はい、干す前にたまにスカイプでこの後雨が降るかどうかって聞いてきたりしますね。予報センターに。もうそういう職権乱用やめてよ。やめてよ。それ情報出してよ、ね、スカイプで聞かないでね。たまに聞きに来たりしますね。休みの日とかに柳さんが。ああ、そうなんだ、はい。ね、パンの仕込みをしろって来てますね。そうか、今週、予報フィードバックで、はい、成績が良くて、はい、なんかみんなでご飯食べに行ったんですよね。そうですね、先月予報フィードバック平均点が70点以上と。あ、いうかなり良い点数だったので、なんかあの皆さんで、うん、あの森田さんのごちそうになったらしいですけど、ね、明日多分その報告あるのかな。あ、そうですね、僕も、ね、実は行ってないんですよね。行ってないんだ、はい、私行ってないんです、はい、あ、ごめんごめん、呼ばれてなかった、ごめん、ね、いや、呼ばれてたんですけど、呼ばれてたんですけどちょっと行ってなかった。呼ばれてた。そうですね、はい、あの、そうそう、柳さんが参加されて、おう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 、予報センターでは柳さんが参加されていてですね、うん、あ、そうなんだ。予報センターでは柳さんと、あと、まあ、他のメンバーも何人かいたんですけども。そうなんだ、そういうなんかパワーバランスがあるんだね。そうですね、なんか僕も写真だけ見ました。おい、聞いてねえよと。なんだこれ、 かあれ、おかしいな、柳さん業務前なのになんか変なもの持ってるみたいな。こういう写真。あ、なるほどね。多分ノーアルだと思いますけどね。はい。なるほど。じゃあ、来週というか、あの天気のポイントをね、一旦おさらいしておきましょうか。はい、はいはい、最新の天気としては、ちょっと今雨がね、あの強く降ってるエリアがあるので、そうですね、はい、現在の天気としては、はい、やはり東海関東南部そして東北の太平洋側のエリアで雨足が強まっていますが、うん、この後も明日の朝にかけて強弱を繰り返しながら強く雨が降る可能性がありそうです。はい、特に明日の朝関東南部や東海エリアでは交通機関などにも影響する可能性がありますの です、ね、最新の情報をご確認いただければと思います。朝ね、電車のダイヤ乱れている可能性もありますね。はい、そうですね、はい、うんうん、そして、まあ、週間にかけてです
ですけれども、うん、かなりぐずついた天気が続くというところが一つ、そして、はい、台風17号の影響で9日10日頃になってきますと、うん、前線がかかっている関東や東海などのエリアでは間接的な影響を受けて激しく雨が降る可能性がありそうです、うん、また台風17号接近するにつれて波の高さも高くなってくる可能性もありますので、うねりなどにもご注意いただければと思います。そして今日発生しておりますけれども、日本の南に熱帯低気圧が発生しております。この熱帯低気圧は発達しながら北に進む予想になっていまして、もしかしたら台風18号になる可能性が出てきています。まだブレ幅は大きいんですけれども、はい、もしかしたら9日から10日にかけてこの低気圧影響する可能性がありますので、まだ天気図でははっきりと映っていませんが、最新の情報をお確認いただければと思います。はい、わかりました。山下さん、はい、予報の部分はありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、ここからなんですけれども、はい、はい、はい、コーナーが変わりまして、はい、例のコーナー、例のコーナー、はい、ということで、さあ、例のコーナー始まります、はい、今ですね、山下さんに聞いてみたいことということで、はい、ソラキャンバスでたくさんの、たくさん、本当ですか。そうですね、だいたい300枚ぐらい今届いてますね。これは記録ですかね。いや、すごいですね。3人ぐらいだと思ってますけど。実際にはですね、2,4,5,7,22枚です。あ、そんなに来てるんですね。22枚です、はい、そうですね、ちょっとね、はい、この中からお聞きしていきたいと思うんですけれども、はい、山下さんは何ですかね、ゲーム属性なんですか。ゲーム属性もう ゲームが好きっていうことですか。ゲームが好きなんですか。はい、そうです。ゲーム実況とかされるんですか。ゲーム実況はあまりしないですね。しないんですか。はい、いや、ゲームはやっぱり自分でやらないと、なんか人にやってるのを伝えるよりかはやっぱり、うん、まあ、このゲームが面白いからやった方がいいよっていうまでで、うん、はい、あまり実況を話したりとかあまりしないですね。でも結構流暢な感じで話されるじゃないですか、予報に関しても。なんか洗濯王子をちょっと入れ込んでみたりとかっていう、したたかさは持ってるじゃないですか。そういうのを生かしてゲーム実況って今ね、すごい人気コンテンツじゃないですか。そうですね、そういうのにデビューしようっていう気持ちはないですか。あまり、そうですね、ゲーム実況はしようとは思わないんですけど、うんうん、ゲーム評論はちょっとやってみたいですね。何ですかそれ。結構ですね、ゲーム、はい、まあ、少しだけ自慢ができることがあって、はい、数は結構こなしてるですよね。数ですね。ゲームの本数ってことですか。本数ですね。多分200ぐらいやってるんで、多分このゲームがおすすめとか、このゲームはどうですかとかいう質問は答えられます、うんうん、マジで。はい、それ特番やっていいですか、じゃあ。ゲーム評論。天気関係ないですけど、何ですかね。え、天気何の話でした。それはウェザーニュースさんとは別でやるかもしれないです。ああ、なるほどですね、はい、僕のアカウントでやるかもしれない。それはなんかウェザーニュースって名前を出してやらなければいいだけの話ですから。なるほどですね、はい、そのプライベートの時間でやってることまでね、会社にね、束縛される必要はない、ね、そうですね、はい、こんなままなら問題ないって言ってます。ああ、天気にまつわるゲームをすればいいやって。そんなゲームってありましたか。天気にまつわるゲームもいくつかはあるんですけれども、はい、最近はあれですよね、よく天気も関係するというゲームが増えてきていますので、まあ、実際の天気を反映して仮想空間でも天気が反映されて、その天気によっていろいろ違うとですね、もらえるアイテムが違ったり、モンスターが違ったりとか、そういった状況もありますし、あ、そうですね、今チャットで来てますけど、はい、僕らの太陽っていう昔ゲームボーイアドバンスで出た、うん、ゲームはですね、うん、太陽光を入手するシステムっていうのがありまして、うん、太陽光を当てることで、出てくるモンスターが違うとか。え、ソーラーパネルがついてるんですよ。ああ、なるほど。で、そのソーラーパネルで、かなり、違っていたりとか、あとさ、最近のポケットモンスターとかは、はい、朝晩で出てくるモンスターが違うと。実際にゲームの、本体の、時間を、はい、読み込んで、それに合わせてのモンスターが出てくると
というのもあるので、かなり時間であったり天気であったりというのに結びついたりしてますね。そうですね、電車で GO もブレーキかけるタイミングが天候によって違いますし、うん、そうなのそんなところまでそうですね、そうですね、基本的にそういったスポーツゲームはそうですね。いやさすが、最近のはちょっとあれですね。サッカーも、サッカーもそうなの。サッカーもちょっと私はサッカーあんまりしない、サッカーゲームはしないんですけども、そうらしいですね。スポーツとかは違う。そうですね、ちょっとスポーツゲームは私あまりスポーツが詳しくないので。なるほどなるほど、はい、格ゲーはどうですか。格ゲーもあまりですね、人と争うことは好きじゃない。そうですね、人との争いはこれあまり良くないですね。なるほど。じゃあ何、野菜を育てたりする。そうですね、野菜を育てるのもやります。昔アストロ農家っていうプレイステーションのゲームがありまして、はい、すごいんですよ。人工知能で敵が強くなるっていう、はい、敵農家でこう物を育ててるんですけど、はい、バブーっていう、バブーっていう敵が、宇宙人がやってきて野菜を取っていくんですよで野菜を取らなくせないように外来種が入ってくるので、はい、罠を仕掛けていくんですけ ど, なるほど、罠を一定のものを出していくと、はい、それに引っかからなくなるんですよね、人工知能。でしかもその人工知能がタガがないので、うん、やればやるほど難しくなる。そうなんだ。そうなんですね。じゃあ最近流行ってる、はい、まあ、ちょっと前ですけどカンコレ、あと今で言うと刀剣乱舞ですかね。はいはい、刀剣乱舞はちょっと性別が違いますかね。そうですね、ちょっとそっちは女性向けというか、うん、カンコレは男性の方が多いんですかね、うん、基本的にああいうのはブラウザーゲームですかね、うん、あまり、プレイステーションとか Wii とか、うん、そういったPC 上でやったりするゲームっていうのは、うん、私はあまり浅いですかね、そっちは。なのでもう少しやっぱりプレイステーションとか、そのプレイステーション Wii とか、はい、そういった本体があってこそ、やっぱり家でやったりとか、なんかですね、実機系ってやつですかね。そうですね、据え置き機系のゲームがさすがヤマピー、分かってるぜっていうコメントが来て何を分かってるのかよく分かんない。一部の人しか多分分かってくれてないと思う。それはゲーム業界では分かってる話なんですか。そうかもしれないですね。そうですね、結構昔のやつもやったりしてますね。ディスクシステム、そうですね、やってますね。そう、山下さんは何になりたいんですか。何になりたいんですか。いやいや、別になんかない、やり、いや、あれです、うん、現実逃避をしてますゲームは何時間しますか。何時から、仕事が終わったら、ね、なるほど、それで始めますね。はい、二次元で好きな妹キャラは僕はそういう恋愛ゲームもやるんですか。恋愛ゲームもやります。ときめきメモリアとかですね。ときめきメモリアがですね、はい、またちょっと話が長くなりますけれども、はい、ときめきメモリアルって私実は法学部出身でして実は法律系にもときめきメモリアルって最高裁で争われた事例とかがあるんですよね。何でしたっけ、ときめきメモリアルでゲームでセーブデータ事件でしたっけ、うん、データか、そうですね、セーブデータを改ざんすることによって主人公が初期値から強くなると、それを争った事例があるんですけれども、はい、まあ、そもそもその時期はゲームは著作権で守られてなかったんですよね。著作権でまだゲームって映像なのかそれともただのデータなのかっていうところで、うん、かなり変わっていたんですけれども、その、ときめきメモリアルの事件があってから著作物として認められると、映画の一部だということで認められた事例になっています。なるほど全然天気と関係ないですけどねじゃあああいうのもやるんですか、なんか異議ありっていうのがあるじゃないですか。逆転裁判ですね、はい、
はい、やります、やります。ゲームボーイアドバンスですね。あれ結構強いんですか、じゃあ。あれは一人、あ、まあ、あれはあんまり法律関係関係ないですね。あれ関係ないんだ、はい、残念ながら。はい、なるほど。法学部でなんで予報士になったんだってコメントが来てます。あ、僕もともとウェザーニュースで法律がやりたかったんですよね。え、そうなの。はい、私法律がやりたいってことで、あの現あの社長さんに話をして、うんうん、あの入ったんですけども、はい、法律やるんだったらみんなあの全部 の, あのあ確かに全部 の,、ね、そのサービスとか部署とか、ね、回った後にやった方が絶対にいっちゃいいよね、はい、そうですね、まあ、守るものが何かっていうのをちゃんと理解しておかないと良くないよということで、まあ、一番あのサービスを知るには営業が一番だということで、うんうんうん、営業の部署に最初入ったんですね、うん、そしてうだつが上がらず今予報センターに来た。そうですね、うだつが上がらず予報センターに、はい、じゃあまだあれか、野菜を育ててる途中なんだねそうですね、まだいい野菜ができてないですね。なるほどなるほど、はい、バズーだっけそうです、はい、食べられちゃってるんだね、はい、あ、なるほど、そういうことか、はい、ちょうどあの先行も著作物というか知的財産権ですね。え、そうなの、はい、じゃあなんだ、ジャスラックさんとの話の時には山下に声をかければよかったね。もう俺と寝頃が本当にちんぷんかんぷんでもすげえ細かいことまで向こうに聞いてたんだよ。で、ね、最近は結構面白いですよね。最近あのよくあのパクリ問題って今やってるじゃないですか、はい、あれも結構著作権問題が絡んでくる問題でして、かなりあの、あ、なるほどなっていうのもたくさんあるので、うん、今結構話題の一つかなと思います、うん、そうだね、はいそうだね、ソライブの顧問弁護士に認定します弁護士じゃないけどね、あ、弁護士ではないですけど、はいはい法律担当に任命します。 あ、やった、はい、超優秀じゃねえかって言ってますね、なるほど。そんな山下さんの深掘りはまたちょっとね別の特番でやらせていただければと思いますよ。ゲーム実況からのなんか法律相談、はい、ね、みんなの、あの相談を受けましょう。あ、困ってる、はい僕で大丈夫なんですかね大丈夫です、はい、大丈夫です、みんなもう、信じてます。 ありがとうございます、はい、さあということで、はい、最後にもう一回天気ね、あの締めておきますか、はい、天気で実況から、はい、アイゼベーションで見ていきましょうかね、はいはい、現在の天気こちらでじゃあ出しましょうか。はい、こちら皆さんからのいただいた、まあ、過去1時間分の天気の報告見てみますと、まだまだ東海エリアで激しい雨の報告をいただいています、うん、まあ、豪雨という激しい雨の報告をいただいていまして、もうすでに静岡県内では20ミリ程度の強い雨がもうかなり続いている状況でして、道路冠水などもたくさんリポート届いていますので、これからお出かけされる方、車を運転される方は注意をしていただければと思います、うん、この後も激しい雨は明日の朝まで続きますので、特に明日通勤通学時間帯、電車や車など使われる方は交通情報も合わせてご確認いただければと思います、はい、かなりですね、雨雲自体も発達していますので、強弱をつけながら雨の降るような形になるかと思います。一旦弱まってもざっと一時的に強まったり雷が発生して、まあ一定時間停電する可能性もありますので、うん、この後の雨の降り方引き続きご注意いただければと思います。なるほど、はい、はい、じゃあ最後にあの空キャンバスの画面をちょっと出して山下さんとはお別れしたいと思います。はい、これ山あ、なんかすごい、かわいいね、はい、上手ですね、私には似てないです、ね、いやあなたがモデルですよ。私でもテニス部でしたので、え、なんかよくご存知ですね。よくご存知ですね、はい、ゲームに影響されて始めたスポーツとかありますか。残念ながらないですね。これ結構モテるでしょ。あ、残念ながらモテないですあ、そうなんだ、はい、ニコ生のことどう思ってますかって。いや、あの皆さんいい人だと思ってますよ。あ、なるほどね、はい、
チャットって正直どうですか。いやいやそんなことないです。時たま返信したりしてますよ。ああそうなんだ、はい。年齢は。年齢は29歳です。お、結婚してます。してません。お、OK。 好きなお酒は。あ、私お酒飲まないんですね。あ、なるほどね。あとは、まあ、あとは大体ゲームの話ですかね。はい、29歳か。そうですね、はい。なんだ、あ、これ天気の質問ですよ。天気の質問はですね、うん、まあ、かなり、まあ、突風とダウンバースト、竜巻、実は、まあ、竜巻と突風、うん、それぞれ現象が違います、うん、はい。曽我のリポートはですね、うんうん、まだ竜巻として目撃情報もありませんし、うんうん、竜巻としてはまだわからないかなという状況です、うん、おそらくダウンバースト、うん、まあ、突風が発生すると、うん、いう状況だったかと思います、うん、そうですね、ダウンフォースバーストっぽいという形で、ね、読んでらっしゃるかと思いますが、うんうん、その通りだと思います。なるほど、はい、はい、ということで山下さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。また特番でお会いしましょう。はい、ということで予報センターから最新の天気と山下さんをお届けしました。さあこの後は、ちょっと一度 VTR の準備をして、はい、今週のお休みキャッチと名場面に参りたいと思います。それでは20分再開で参ります。
0時20分を回ったところです。ストライブナイト、あと実質40分ぐらいですかね。はい、意外と情報センターが盛り上がりました ね。さあ、ここからはですね、今週のお休みキャッチと名場面を立て続けに見ていきたいと思います。さあ、それではまず、あ、お休みキャッチです。さあ、今週は6本ですね、はい、届いております。早速見ていきましょう。どうぞ。ではお休みキャッチですね。はい、もう8月31日で終わりになります。今日8月終わり、最後の日、皆さん思い出作った？作ってないというあなた、お、じゃ、はい、思い出作ってないあなた私の思い出作りに行こう。おやすみありがとうございました行く行く、ありがとう行こう今日は9月1日防災の日でした。まあ、減災ムーンだったんですけど、減災特集という形で今日はちょっといつもよりスペシャルバージョンでお届けさせていただきました。はい、毎回なんですかね、年ごとに、やるごとに、皆さんの減災に、減災なんていうんですか、減災リテラシーですか、はい、上がってきてるんじゃないかなと、参加すればするほど上がってくるんじゃないかなと自覚されている方もいるかもしれませんが、基本はこちらのモットーを忘れずにということで、改めてじゃん、明るく楽しく真剣に、くまちゃんとおやすみなさい。そうだね、この月曜日との落差が思わず、はい、早っ。いやー、今日はいろんな話にライブにたくさんありました。今日はモリモリだったな、夢もモリモリ、良い夢見てください、おやすみなさいあ、早っ、尺が短かったのかなこれね歯磨きなかったんだ、おやすみキャッチ。はい、ソライブムーンラストのコーナーとなりました。お休み前の一言、お休みの挨拶の前に添える一言をご紹介しているコーナーです。さあ、今夜も夜の時間となってきたので、今日も歯磨きをしたいと思います。皆さん歯磨きしましたか？欲しいか、金色テレカージ、ちょっとテレホンカードの味ってなかなか難しいですけど、じゃあ今日は金粉歯磨きでいきますか。金粉歯磨き粉、シュッ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 。地震情報をお伝えします。沖縄県の石垣島近海を震源として地震が発生しました。最大震度は3と推定されています。石垣島、かなり近いところが震源というふうに推測されています。石垣島付近で震度3から2程度の揺れが発生したものと思われます。こちら現在表示しているものはまだ推定の段階の値になりますが、震度3程度の揺れが発生したものと思われます。マグニチュードは 4.4 ということで、海底が震源の可能性が高いですが、津波が発生する可能性は低いものと思われます。繰り返し地震情報をお伝えします。画面に出ていますように震度3の、最大震度3と推定される地震が発生した模様です。沖縄今は無感ですというふうに、チャットの方で情報をいただいていますけれども、特に西側のエリアで
ですね、石垣島や西表島付近で震度3から2程度の揺れが発生したのではないかと推定されています。またこちらマグニチュードは 4.4 と推定されています。 4.4 程度の規模ですと津波が発生する可能性は低いのではないかというふうに思われます。ただ現在画面に表示しているものはまだ推定の段階になります。この後確定した情報が入ってくるかと思いますが、揺れを感じたという方は周辺の状況などしっかりと確認していただければと思います。沖縄県で震度3程度の地震が発生した模様です。この後情報がさらに詳しく入ってくるものと思われますが、今のところ推定の値にはなりますが、石垣島もしくは西表島付近で震度3の揺れが推定されています。沖縄の那覇の方では揺れていませんというふうにいただいています。画面でも揺れが発生しているのは本島ではなくて沖縄県の西のエリア、石垣島、西表島、宮古島付近と推定されています。そろそろ詳細な情報も入ってくるかとは思いますけれども、揺れを感じたという方は何か物が落ちていないかなどですね、周辺の状況も確認をしていただければと思います。今のところですね、特に被害の情報などは入ってきていません。またこの後詳細な情報が入ってきましたらお伝えしたいと思います。はい、推定なんですけれども、先ほど石垣島の近海で震度3に相当する地震の推定情報が入りました。まだ確定情報が入っていないので、ちょっと入り次第また情報をお届けするという形にしたいと思います。はい、さあ、イズミンの途中まで行きましたよね。情報が多分入りそうなので、ちょっと今の雨雲の様子を確認していきましょうか。はい、こちらですね。はい、現在の雨雲の様子です。特に東日本で強く雨が降っています。今静岡でですね、強い雨雲かかっています。はい、そして千葉の北部でも少し強い雨雲、そして福島、宮城あたりにも東北南部の方でも強い雨雲がかかっています。この雨雲は前線による雨雲なので強い雨を降らします。そして、風も強まることもありますので気をつけてお過ごしください。はい、情報が入ったようですね。はい、予報センターお願いします。はい、先ほどお伝えした地震の確定した情報が入ってきました。推定の段階では最大震度は3というふうにお伝えしましたが、実際の観測された値では最大で震度1ということで、かなり弱い揺れに収まったようです。画面に出ていますように石垣島や西表島付近で震度1を観測している状況です。この地震による津波の心配もないということで、震度1ですので被害が発生するようなことはないかと思われます。津波も心配ないということで一安心かと思われます。以上、地震の情報をお伝えしました。はい、ということで、震度1ということでしたね。はい、大きな揺れがなくてよかったですね。はい、ソライブでは、推定震度3以上の地震に関しては速報でお伝えする形をとっております。はい、推定値なので実際の震度というのは2だったり1だったりする場合もあるんですけれども、はい、推定で3が出ているときには速報でお伝えするという形で運営しています。はい、さあ、それでは、揺れも小さかったということで、どこから、今の泉の頭からいきましょうか。じゃあ眉毛の頭から参りましょうか。はい、それではおはキャッチです。
あ、じゃあ、おやすみキャッチです。おやすみキャッチです。はい。おやすみキャッチ。はい、ソライブムーンラストのコーナーとなりました。お休み前の一言、お休みの挨拶の前に添える一言をご紹介しているコーナーです、うん、さあ今夜も夜の時間となってきたので今日も歯磨きをしたいと思います。眠たくなったことはない。皆さん歯磨きしましたか？金色テレカ味、ちょっとテレホンカードの味ってなかなか難しいですけど、じゃあ今日は金粉歯磨きでいきますか。金粉歯磨き粉シュ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 。確かに今点滴打ってほしいっていうコメントが来たんだよ。ナースっぽいっちゃっぽい。今日も歯磨きバッチリ、歯もピカピカになったところでお休みの挨拶をお届けしたいと思います。今日のお休みキャッチはこちらです。はい、もしもし。あ、うんうん、用はないの。寝る前にちょっと声が聞きたくなったの。はい、ありそうでなかったお休みキャッチ、ちょっと恥ずかしい感じのでも定番な感じのキャッチかなと思います。では実践してお別れしたいと思います。あ、もしもし。あ、うんうん、用はないの。寝る前にちょっと声が聞きたくなったの。おやすみ。あ、さあではですね、ここからはお休みに添える夜のキャッチをご紹介。棒読みの電話もらったらどうしたんだろうって心配になるよね。あれみたいな。さあ今日はですね、大熊さん、アストラーズの大熊さんに出演していただきました。いよいよ明日起きたら私を買ってね。明日は星ナビ発売、ぜひ買ってください。でかいよねこれね、ビルに比べて。あれ等身大でしょ。等身大ラスボスですよあれ。ネタとしてね、お休みキャッチ買っていただければと思います。ネタじゃね、お休みに添える夜のキャッチをご紹介していくコーナーです。今日はですね、なんとなんと9月6日は妹の日なんだそうですね。現代に活躍する女性の多くが妹であることを発見した兄弟型姉妹型研究の第一人者で漫画家の畑田邦夫さんが1991年に制定したということです。妹のカレンスを象徴する乙女座、8月23日から9月23日の中間の日の前日、毎年その年に活躍した妹だけを対象とした日本妹大賞を授与しているということです。私もですね、実は兄がいるので妹なんですよ。実は日本妹大賞の話来なかったですね今年もね。はい、全然話来なかったですけれども、今日はですね、妹キャラを出していこうと思います。おやすみなさいお兄ちゃん。はい、ということで今週のお休みキャッチでした。はい、さあそれでは残り約30分ぐらいになりますけれども、こちらのコーナー参りましょう。ソライブ24名場面名場面。さあということで本日は11本あります。入るかな、入るかな、11本入るかな。今週もえりすぐりの名作が届いておりますので名人は入ってますよ。入ってますね、名人のコーナーになってますね。はい、さあじゃあ早速参りましょうか。まず一つ目のノミネート作品です。8月31日月曜日です。サンシャインよりサンシャインっていう時点でもうん、怪しいですね。それでは見ていきましょう。どうぞ。 Google マップ with ウェザーリポート、今日は Google マップ上に載せてリポート見ていきます。そして関東エリアを見ていきます。
テクノガーデンっぽいですね。他の方かな。あ、やっぱり、あ、ゆか、すごい。今同じテクノガーデンだけど、私よりもちょっとアングルが遠くからだと思ったんですけれども、すれ違いでしたね。ゆかりん、もしかして初採用私の番組で。うん、霧雨が降ったりやんだりしています。風が吹くと涼しく感じられます。少し晴れ間が欲しいですが、難しそうな空です。あ、コメントもしっかりしてますねいや先輩どうしよういや、デビュー前なのにと、こまめにこうやってリポートも送っている、さすがですねゆかりん。いや、しっかりしてますね。さすがもうダントツ1位で。ちょっとホリリンやめて今日ちょうど空ちょっとホリリンで入ってるんですけど、ちょっと今の体感ふわっとふわっとむしっとじめ、風が吹くと冷えと、服装選び難しいですね。ちょっと恥ずかしいからやめてくださいもう恥ずかしかったです。恥ずかしいお、新人の影に怯える名人というタイトルで、ご紹介させていただきましたいいですね。はい、そして続いて2本目のノミネート作品です。31日月曜日、サンシャインより、お、見ていきましょう。どうぞ。ここでお知らせしておきたいなと思います。空歌関連ですね。先ほどインターバル明けもお話ししましたが、夏のカバーソング、サニーデーサンデーの方は9月の30日までダウンロードすることができます。昨日、あ、プレイボーイ大変失礼いたします。放送には不適切なちょっと言葉が入ってしまいましたプレイボールプレイボールプレイゲームだそうです別に不適切っていうほどでもないけどね、プレイボールには出、あ、プレイボーイには出てなかったですね、はい、さあ続きまして、9月1日火曜日のアフタヌーンより届いています。さあ、それでは見ていきましょう。どうぞ。さあ、それではソライブアフタヌーンも2時間経とうとしておりますので、続いての番組ご紹介したいと思います。続いてはソライブサンセット、キャスターはこの方です。こんにちは、お願いします。さあやちゃんです。はい、ハロー。髪切ったね。あ、切った、かわいい。ありがとう。30歳には見えない。ちょっと年齢言わなくてもよかったんじゃないのいやいや、いつまでもね、若々しいですけど怖っ、あー怖っねえ、相変わらず仲がいいですね。はいさあ、続いても、1日火曜日、今日はナイトですね。はい、見ていきましょう。どうぞ。そして、あ、12時になりましたね。ようこそ火曜日、あ、火曜日じゃないようこそ水曜日。でもちょっと違うなですね。ランニングマンって何ですか。あ、これですか、これ。あー、はいはいはい、あれ、面白いですよね。最近流行ってるんですよね。うんうん、みんなでやってますよね。まあ、ちょっとなんかやりたいな、こう一緒にみんなでやるからね、あれいいですよね。ランニングマン、あれ何の話してたんですか。ソラキャンバスですね。花だとって9月といえばの話をね、もう、あ、そう、締め切ってもう2分ぐらい経ってますよね。来週、はいはい、行きました。あなたにとって9月といえば、飯山さん、あ
ね、あ、わかるわ。月見バーガーありますよね、マックドナルド。そう、せようかしてないか迷って言っちゃった。変な発音になりましたね。そうか、2日連続で見どころがあるんですね。じゃあちょっとあのお月見しながら月見バーガー食べて、そしてこうね、何でしたっけ、この丸いやつ団子。そうそう、お団子丸いやつで伝わった。そう、月見団子を食べながらっていうの最高ですね。そう、私よく言葉出てこないので。ありがとうございます。状態で言うとこんな感じでこう持ってったんですよ。洗濯機まあ入れたんですけど、そうそうそう、それで、そう、蚊がいるんですよ。ちょっと近寄んないで、左足に近寄んないで。飛んでました。ねえ、笑顔のナイトは楽しそうですね。うん、もう何よりだ。もう夜ね、そういう番組いいっすよね。うん。はい、ね、そうだよね。なんかベープとかタイトがないといけないですよね、ここね。はい、さあ続きまして、本日5本目の作品は9月2日水曜日コーヒータイムより。はい、届きました。見てみましょう、どうぞ。それではここまで3時間サライブコーヒータイムをお送りしてまいりましたが、この後はアフタヌーンアッキーです。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日と逆だね。そうそうそう、招かれちゃいました、ね、招かれちゃった。こんにちは。こんにちは。今日クルクルしてるんだね。そう、今日クルクルしてる。サイはいつも見てくれる。細かいところに気づいてあげなきゃね。そうそう、あ、そうそうそう、30歳なんです。そうそうそう、くる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 してる30歳どう思います？こっちじゃなくて、ね、こらー、ダメ、ほんとさゆちゃんね、こっちじゃなくてね、さゆちゃん、違う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 、さゆちゃん最近ほんとにぶっこんでくるからね、この子はね。違う、熱い。髪のこと言ったんだよ、私は。誰も頭のこと言ってないからね。え、こう、怖いわ。もう髪でこうやってましたからね、右手で。私も、はい、大人なのでここでは怒らないです。あ、怖い、女の戦い。さあ、ということで、仁義なき戦いがね、まさかパート2ね、あるとは思いませんでしたけれども、さあ、そして、本日6本目ですね。同じく2日水曜日のアフタヌーンより届いております。どうぞ。こんにちは。いや、本当にこうすっきりしない始まりになってしまいまして申し訳ございません。まあ、今日の天気のようなね、ね、初めて見たよね、あのね、どっちどっちなのみたいな感じ。もうちょっと決め顔でいればよかったね。大変ですよね、もうあのキャスターの方はスタッフの、悪ふざけに、ね、いちいち反応しなきゃいけないんですからね。はい、さあ、それでは続いて7本目、9月2日水曜日のサンセットから届いております。どうぞ。牛乳ね、私ね、牛乳がね苦手なんですよ。あの、そんななんかこう なんだろう、好きではないですね、昔から。あんまりちょっと体質的に合わない人かもしれないですけど、牛乳が、うん、なんかお腹壊すっていう牛乳は。そうそうなの、膜がダメなんです。あの
そう、湯葉みたいなやつ、あれの意味が分からなくてホットミルクの意味が分からないですね意味か、温まる、よくね言いますけどね、ちょっとあの精神を安定させるというか、あの落ち着かせるのにホットミルクが一番いいとか、ね、寝る前に飲むとよく眠れるとか言いますけど、いやあれとかもう精神状態悪くなるわって思う言い過ぎ、言い過ぎよね でもね、あのお腹が緩くなるっていうのは確かにね、そういう体質の方はいらっしゃいますもんね、はいさあそれでは本日8本目の作品に参りましょう。9月3日、木曜日はコーヒータイムから届いてますね。ほう、準備よろしいですか。はい、OK です。はい、それでは見ていきましょう。どうぞ。さいたま市ゾウデルスさんからいただきました。ウェザーリポートナビ、こんにちは。こんにちは。今の体感は雨が降りそうなだけにもわんとしています。ふっかでは小がちいので、ナンクーラーホット580円コーヒーでもいただきましょうかね。あ、でも近日発売予定の777円コーヒーセットも良さそうといただきました。そうなんですよね、あの新人のナナナはコーヒータイムからデビューということで、もう一点お知らせがあったんですけれども、19日の土曜日です、堀コーヒー店にアルバイトとして来てもらっています堀コーヒー店のアルバイト、スマイル0円だけど、ナナナ、ナナちゃんが作ったパンケーキとコーヒーのセットは777円ということでこれから発売よあの新人キャスターを、勝手にアルバイトにしないでくださいねはい、名人作がねいろいろと届いてますけれどもはいね、リーホーワールドですね、はい、ホーリーは今ね、あのコーヒータイム、コーヒータイムとサンシャインが多いですよね、はい、もうでも思い返すとホーリーもモーニングだったんですよね。だからオハキャッチ、オハキャッチとかね、ホーリーイズミンでやってた時代もありましたもんね。うん、あ、トワイライトね、朝でしたね、あの2人ね、はい、でトワイライトができるようになってモーニングにだんだん降りてきてみたいな時代でしたね、はい。さあそして続いて、次は3日、9月3日の木曜日アフタヌーンから届いております。それでは見てみましょう。どうぞ。 外からの中継、外中継の時間帯になりますので、はい、では行っていきましょう。こんにちは。外に出てきました。今こちら幕張はですね、セミの声が聞こえています。皆さんもぜひとも届けをコメントに入れて送ってください。どんな空か教えてください。待ってますただいまです一瞬の中継をしていきました。株、わ、株上がってなかったあ、せっかくはいい感じだったのにいや本当に楽しそうだね、パート2ですね、はい、とってもいいと思いますよ、はい、さあそして次が10本目になるんですけど、本日最後になります。ごめんなさい。あ、そうかそうか、その後に、スペシャルなやつが届くので、まだ最後じゃないですね、はい、まずは9月の4日金曜日のコーヒータイムから届いています。それではどうぞ。あ、そうですね、土手煮を知らない方が土手で煮物ってきましたが、味噌煮込みもつ
あ、じゃあ、もつじゃないのかな。あれ何じゃあ、ホルモン。あれなんかもつだと思ってた。そしたらもつ煮じゃんって言われれば、あ、確かにと思いますけど、もつ煮と味が違いますからね。永井さんにね、